番組をご覧の皆様にお知らせです。今日は訃報をお届けしなければなりません。前回吉谷拓郎さんが、まあね、死んだらどういうふうにドリームアカデミアを相続するのかっていうお話をしましたけども、そこからでね、展示でですね、アヤサーが取り上げられちゃったんですよ。で、今回吉谷さんからの返信には私は出てきませんでした。私が死んだも同然です。寂しい。だから返信することがね、俺なくなっちゃったなと思ったんですけどね。まあね、アヤサー生活保護は、生活保護ってこんなにデメリットあるんだよっていう風なメッセージなんですよ。この切り口っていうのは新しいんで、すごくいいなと思いましたし、私の速稼塾の中でもたびたびね、取り上げさせてもらってるんですけども、やっぱアクセスはね、ギューンと伸びてきましたね。こういうのはいいなと思いますよね。で、やっぱ今ね、私ずっと感じてるのが、私のチャンネル登録者数がだいたい1万人ぐらいになってるんですけども、ここに紹介したらアクセスが伸びるなと思ってるんですよ。で、それを広告費をくださいっていう形じゃなくて、私は無尽蔵に紹介しようと思うんですよね。でもやっぱりね、ある程度その人の作ってる動画にコアがないと、あのスピリッツがないと、なんだこの動画みたいなのが拡散されちゃうんですよ。だから多くの人が、もうね、価値のないものを見てしまうということになりますんで、やっぱりね、コンテンツは中身って意味なんですけども、中身はしっかりした方がいいですね。じゃないと、まあ、私の広告拡散効果なんて意味がなくなっちゃうんですよね。その辺もちょっと勉強していただくために、サムネイル、それからタイトル、コンテンツ内容、この3つ3拍子揃ってですね、いい YouTube を作ってくれないかなと思っております。最近はですね、花屋良馬さんに続いて、あやさーちゃんが、まあ売れっ子なのかなという感じでございますね。それでは今回以上です。